ございます。その下ください、こちらください。それぞれ一言ずつご挨拶をお願いいたします。はい、今日はこんなにたくさんの方に集まっていただき本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。今日改めてオリンピックの代表が発表されて、私は、まあ、1週間ちょっと前に2枠目は決まっていたので、少し本当に決まったんだなっていう気持ちとほっとした気持ちが両方なんですけど、もちろんここからが本番だっていうふうに思っているので、オリンピック本番で金メダルを目指して頑張りたいですし、そして同じ木下グループ所属の張本選手が一緒に行けるということで、今日発表されて私もニュースを見て知ったんですけど、一緒に行けるっていうことが本当に嬉しいですし、若いですけど本当に頼もしい選手だなっていうふうに思うので、パリオリンピックで一緒に戦って金メダル目指して頑張りたいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。続いて張本選手、ご挨拶お願いいたします。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。自分は今すごい信じられない気持ちでいっぱいです。本日はよろしくお願いいたします。はい、本当に選考レース2年間という期間で本当に長かったんですけど、そこで、まあ、苦しいこともあったんですけど、最後まで諦めずにそれを乗り越えて2枠という最大の目標であったシングルスの2枠を獲得できたことはすごく成長できたというふうに嬉しく思いますし、あとは本番で結果を残すことだと思うので、この半年でどれだけ成長できるかという気持ちを毎日持ちながら頑張っていきたいなというふうに思っています。私自身は選考会が始まった当初は全く、選んでいただけるとは思っていなかったですし、ここまで来れるのも自分でも本当にびっくりしていて、最初は本当に10位とか本当に下の順位から始まって、それが最後はこう4位まで上がることができて、自分自身本当に成長できたっていうふうに実感していますし、まあ選んでいただいたからこそにはしっかり責任感を持って頑張りたいと思っているので、これから毎日一日一日をこう大切に過ごしていきたいなっていうのがあります。メンバーを見たときに、で私が唯一のこう1回出てる経験者っていうのがちょっと信じられないというか、すごくびっくりな気持ちでいっぱいなんですけど、でもそうとは思えないぐらい多分私よりも早田選手も張本選手もしっかりしてるなっていうふうに思うので、またこう新しい日本チームをお見せできるんじゃないかなっていうふうに思うので、こう新しい風になれるように3人で一丸となって頑張っていきたいなっていうふうに思ってます。私は一番最年少で一番年下なんですけど、こう早田選手、平野選手の先輩方をしっかり見習って、恥じないようにこうチームに馴染んでいけたらいいなっていうのはあります。経験は私だけなんですけど、でも本当にしっかりされてると思うので、私ももう私がこうどれだけしっかりできるかと思っているので、あとは前回はこう石川選手だったり伊藤選手に頼っていた分もあったんですけど、今回は早田選手と同い年なんですけど、年上の選手もいないので、自分ができるだけしっかりして張本選手もちろんしっかりしてるんですけど、少しでもこう不安なことがあったら自分に頼ってもらえるように自分がしっかりしないといけないなっていうふうに思ってます。はい、今日は午前中は学校に登校して、1時半よりは前に帰ってきて、それで1時半過ぎにこう結果を知ったというか、こう帰ってきたら少しバタバタしていて、こうスマホを見ていなくて、それで時間が過ぎてしまって、平野選手からこうお祝いの
メッセージをいただいた時に自分も気づいて、で5分ぐらいなんて言うんですかね、何も感じられない、何も考えられない時があったんですけど、すごい嬉しい気持ちもありましたし、それと一緒にこうもっともっと自分も頑張らないといけないなっていうのはその時に感じました。はい、今日もすごい早く発表されてすぐにお祝いのメッセージをあげてくださって本当に嬉しいですし、こう一緒に行けるっていうのは自分の中では目標、お兄ちゃんは先に決まっていたので、あとは自分が頑張るしかないっていう立場だったので、一緒に行けるっていうのは本当に嬉しいですし、頑張りたいっていう気持ちが大きいです。本当にお兄ちゃんは小さい頃からすごい記録を持ってますし、本当に強い選手で、逆にこう自分もすごいこう妹っていう風に期待される部分があって、すごいプレッシャーもあったんですけど、それでも本当にお兄ちゃんのこう成長だったりこう試合を見て本当に自分も学べるところっていうのはすごいたくさんありましたし、こう普段の人間性も本当に優しくて、本当に尊敬する部分しかなくて、今となってはこう自分も強くなることができたので、本当にお兄ちゃんにも感謝したいですし、今は一緒に行けるってなったからこそこう一緒に頑張りたいなっていうの気持ちです。自分をもっと信じて頑張ってっていう風にずっとアドバイスしてくださって、こうたくさんの選考会をやるたびにこう決勝に行く時もそうですし、その違う試合もずっとこうもっともっと自分に自信を持ってという風に、それが本当に自分の中でも力になりましたし、もっともっと自分を信じてこう戦うっていう気持ちが本当に増えました。と兄弟の話はあまりしてないんですけど、こう自分自身にこう自分にこうおめでとうっていう風に、まあ、それと一緒にやっぱりもっともっと頑張らないとなっていう話はしました。そうですね、私は2022年かなから木下グループ所属になって、そして練習も同じ体育館で毎日していたんですけど、最初まだ入った時はまだもっともっと本当中学1年生とかだったので、全然こうまだ小学生ではないんですけど、それぐらいこうなんかまだ幼い印象だったんですけど、本当に今はこう本当に2年間かなっていうぐらいの成長のスピードで、こう本当に特に今年1年はこう15歳とは思えないようなこうプレーだったり、私も試合もこうしましたし、その時も本当に改めてこう15歳と思えないこう技術力だったり戦術力だったりっていう風に思うので、この成長のスピードとこう大人顔負けのこう卓球に本当毎回毎日驚かされていました。はい、そうですね、オリンピックは自分にとって本当に夢の舞台ですし、本当に自分の夢そのものなので、まずはこう選んでいただけたことには本当に感謝していますし、結構今はまだ実感が湧いてないのであまりこう想像はできないんですけど、すごい楽しみな気持ちも今はあります。自分は本当にダブルスやミックスダブルスがすごい大好きで、ペアを組んでいて技術的にいいところというよりかは結構性格がすごい明るくてこう喋るのが大好きなので、結構コミュニケーションを取ることが自分の中では、いいところかなと思っていて、やっぱりダブルスはこう話し合ってたくさん意見を出し合わないとうまくこう卓球ができない種目なので、こう自分から聞いてペアの方に聞いてみたりとか、もしくはこう自分から意見を出したりとかしてこの試合をし
ているところが自分の中ではいいところかなと思います。張本選手とは何回か組ませてもらって全日本選手権でも組ませてもらったんですけど、もちろんこう試合をして足りなかった部分やいい部分も見つかったんですけど、まだまだこうダブルスとしてはもっと試合だったり練習っていうのが必要だなっていうふうに思ってますし、私たちがこうダブルス組むっていう可能性もあると思っているので、もっともっとこれから積極的に大会に参加したり、練習も毎日同じ練習場なので毎日することも不可能ではないと思うので、できるだけ毎日練習してダブルスの強化もたくさんしていきたいなというふうに思っています。はい、何回か組ませていただいて、もちろんいいところや悪いところを改善しなければいけないところもたくさん見つかりましたし、自分と平野選手はやっぱり右右のペアではあるので、左右のペアの選手たちとは少し難しい部分っていうのはもちろんあるんですけど、逆にそこで自分たちの長所をもっともっと引き出して、もしこう相手にこう弱点を突かれた時とかは、そういうのをしっかり想定してたくさんたくさん練習をしていけば、きっと平野選手ならもっともっと強いペアにも勝てると思うので、自分もすごい練習が必要だなっていうのは感じました。ありがとうございます。そうですね、結構伊藤選手は小さい頃からすごい、まあ、競ってきた中でもあるんですけど、よく伊藤選手がいたからここまでこれだっていうのもありますし、やっぱり、まあさ常に小さい頃からそうでしたし、最後の選考も伊藤選手と争うことになって、やっぱり一番こう、まあ、尊敬できる選手でもあるんですけど、負けたくない選手っていうのもすごくあったので、だからこそ頑張れてきましたし、常にこう、そういう気持ちがあるので、もちろんこう伊藤選手もそうですし、伊藤選手以外のこう選考でこう選ばれなかった選手っていうのもいるっていうことは分かっているので、その選手の分までこう選ばれた私たちは日本代表として頑張るっていう責任がこうあるかなっていうふうに思っています。はい、シングルスと団体戦に出場させてもらうんですけど、シングルスでは今のままではこうメダルを取れる位置にはいないっていうふうに思っているので、メダルを獲得できるように上の世界ランクだったり自分より上の方を倒してこうメダルを獲得できるようにっていうふうに半年間努力していきたいですし、そういう気持ちを持ってやれば絶対に団体戦でもこう頼り、本当にしっかりしている早田選手と張本選手と一緒に力を合わせてメダルだったりこう決勝で中国選手と対戦した時にもっと自信を持って戦うことができると思うので、そういう気持ちを持って一日一日本当に大切に過ごしていきたいです。ありがとうございます。自分はまだ結構、信じられないというか、緊張やドキドキの方が今は大きいんですけど、またパリオリンピックの舞台に立つ時にはしっかり胸を張って戦えるように、これから毎日一日一日をこう自分の成長させて、パリオリンピックという舞台で自分のプレーをしっかり発揮して、平野選手、早田選手と一緒にメダルを目指して頑張りたいです。そうですね、今まではこの2年間とても選考レース、国内選考で国内の選手に目がいっていた部分もあったんですけど、これからはもっともっとこう戦うのは基本的に海外の選手が多いと思うので、そのやっぱりオリンピックの前哨戦でもあると思うので、そこで自分たちがどういうふうに戦えるかっていうのはすごく一つの指標になると思うので、オリンピックに出場するからには出させていただく機会もあると思うので、そこで海外の選手だったり、いろんな、そうですね、いろんな海外の選手に自分がどれだけできるかっていうのを試してもっともっと成長していきたいなというふうに思います。
私は初めての世界卓球に出場させていただくので、そうですね、まあ、オリンピックもあるので、こう同じような感じで戦うことをして、こうまずは全力で自分の力を出し切って頑張ることが一番の目標ですし、そのオリンピックもあるので、やっぱりこう責任感だったり覚悟を持って世界卓球を臨みたいと思ってます。